はい、本日は4月12日です。はい、またまた、定点観測をしてまいりたいと思います。ここがですね、1メートルのラインで、ここが、2メートル10センチのラインになりますので、この割合から、今の高さをですね、まあ、割り出して、おります。はい、そして今日はですね、なんとですね、ついに、桜が咲きました。はい、これ見てください、桜ですね。はい、こっちもあの桜が実はあるんですね。はい、いいですねこれね。はい、で水仙なんですけれども、毎日の日課の水仙ですが、ついにこの一番最初のつぼみがですね、黄色くなってきました。これもまた花がね、咲きそうな感じになってきてます。そしてここの水仙ロードもだいぶあの花物がねびっしり、してきましたね。はい、そして今回はまた新たな、植物をですね、ちょっとご紹介したいと思うんですが、こちら、ヨモギですね。ヨモギが生えてきました。はい、そしてここはあのフキノトウがね、だいぶまあほけてきた、まあ伸びてきた、ところの近くにね、この葉っぱ、これがですね、実はこのフキの葉っぱになります。フキの葉っぱがですね、まあこのフキノトウのね、ちょっとこう周りに、できてくる、あの出てくるんですね。はい、もうなんかすごい、少なくなってきましたね。はい、ちょっとね、いい感じの桜をですね、こちらも見てみますと、まあフキノトウがね、だいぶでかくなったこの周りに、はい、このね、今言ったあのフキの葉っぱがね、どんどん出てきております。はい、こんな感じになるんですね。はい、そしてね、こちらの朝月もだいぶね、結構ぐわっとしてきましたね、この朝月ね。はい、いい感じになってきました。ということでね、まあ、なかなかこういういい感じの風景で桜をで、が見える絵を、ラストカットとして、今回の定点観測の動画は終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。